フランスのシャルキュトリーシャルキュトリーとは、フランス語で、肉屋や、食肉加工業を指す。また、彼らが扱う製品の総称にもなる。製品の身近なものとしては、ハム、ベーコン、ソーセージが挙げられる。フランスでは、主として、パンと共に食す。扱う肉は、ジビエ、豚肉、牛肉、ウサギ肉、カキン肉など様々である。また、魚介類や、 野菜類を使用した料理を提案し、レセプションを開くこともある。肉屋や肉加工業者を指すシャルキューティエから来ている。フランス語でチェアは、肉、クイーテは、火を通したという意味で、これらの合成からなる。英語では、ポークブッチャーのように訳されることもあるが、豚肉専門ではないのでこれは間違いである。バリックとは、ヨーロッパの諸言語で、ワインソンを指す。 バリック熟成性ハムとは、そのワインソンで、さらに熟成された香り高い格別な風味の生ハムで、シャルキュトリーの中では高価格である。ニョッコフリットと一緒に食べる場合がある。ありがとうございます。